こんばんは、まずの枝です。この度は、ゴールキーパーグローブマニアックスさんと、とある約束をしていまして、ちょっと DM していた時にチャンネル登録者数が1000人になったら、マーズのオリジナルグローブを作りたいということで、1000人になったらやりましょうと言いました。そしてそこから数ヶ月経って今、なんとマニアックスさんチャンネル登録者数1000人おめでとうございます。今現在1070人ぐらいかなまで行って、ゴールキーパーグローブのレビューとか、ゴールキーパー界を盛り上げるように一生懸命発信しています。まずマニアックスさんおめでとうございます。そしてこれからも一緒にゴールキーパー界を盛り上げていきましょう。そしてなんとマニアックさんの要望を受けて、先日グローブがうちの方に届きました。ちょっとグローブの紹介をしたいと思います。おめでとうございます、マニアックスさん。ちょっと DM して本人にデザインしてもらい、本人好みのカラーで作らせていただいて、ステアーズかけるゴールキーパーグローブマニアックスオンリーワンのモデルでございます。ゴールキーパーグローブ、ちょっとインカメラの見逆になってますが、ゴールキーパーグローブマニアックス、マーズかけるゴールキーパーグローブマニアックスとなっています。これマニアックスさん送るので、またちょっと動画を出して、アンサー動画を出していただければと思います。グローブはマーズのステアーズですね、 5N フィットで悪魔のグリップ仕様。ちょっと違うのは、マニアックスさん仕様なのはちょっとラテックスバンドなんですよね今回。なんでその辺も含めてちょっとマニアックスさんにまたレビューしていただこうと思います。はい、この度はマニアックスさんチャンネル登録者数1000人おめでとうございます。なのでマニアックスさんのチャンネルの方のチャンネル登録お願いします。ちょっとたくさんいろんなメーカーのグローブさんの方を紹介していただいてるんで、このメーカーにしようかなとか悩んでる方とか、マニアックスさんいっぱい多分日本で一番今ゴールキーパーグローブつけてる方だと思うので、ぜひお悩みの方、マニアックスさんに DM なりして聞いていただけると、マニアックスさん親切なので教えていただけたりすると思います。じゃあちょっとマニアックスさんグローブの方つけて、またちょっと動画と楽しみにしてます。ありがとうございました。ちょっと待って、おはようございます。なんかプレゼント企画をやりたいという選手がいるんで、ちょっとインタビューしたいと思います。おはようございます。ありがとうございます。うちのグランセラの新潟の10番の堀川選手です。今日キャプテンです。今日キャプテンマークです。大好きないんで、プレゼント内容はゴールを決めたら視聴者プレゼントですね。プレゼント1いいんですね本当に。ゴール決めたらその試合プレゼントということで、はいはい、で残り何試合ですか？4試合、4個可能性が4回あるってことですね、はい、ちょっと意気込みを、とりあえず、10ゴールぐらい決めて10人ぐらいハッピーにしたいと思います。いや4つまでです、4つまで1ゴールに対して1個じゃなくて、じゃないっす。じゃあもし、じゃあ今日決めれなくて、次の試合2、1、1だったら、でも1試合に1個だから1試合に1個なんだ。1個です、はい。じゃあ今日決めないとってことだね、はい、皆さん期待しててください。じゃあ、はい、今日じゃあ動画撮ってくれるんですよね。じゃあ今日のゴールももちろんちょっと撮れるかは分かりません。いや、そういう時だけ回しといてください。なんか撮りそうな時だけ。オッケーです。じゃあお願いします。ということで、堀川選手がゴール決めたらプレゼント企画するそうなので、皆様楽しみにしてください。お願いします。